それでは対戦よろしくお願いします。怪しいおじさんが初っ端から出張ってきました。相性も良くないし、一旦エイフィーに交代して様子見をします。スリーパーの名前通り催眠をしてくるかな。すり替え、だと？光の粘土は取られても惜しくないけど何を押し付けられるか心配です。毒毒玉か。こだわりグッズよりは良かったかもしれませんが、スリーパーといえばスリーカエーだったんですね。見事に交代を読まれましたが、予定通りリフレクターを貼ります。相手も壁張り？ちょっとその粘土はうちの粘土なんだからね。本当はこっちの壁の方が長持ちするんだからね。相手のスリーパーはサポート型で耐久もあるでしょうから、瞑想をバトンしたドレディアで突破を試みたいと思います。炎武王ではエスパー技が怖いですしね。ここらで流れを変えたいです。あえて効果の薄い思念の頭突きとは、交代読み？それとも他に攻撃技を持っていないのかな。その程度ではうちのエイフィーはビクとしかしません。さあ、ドレディアプテチョ、リーフストームをぶっ放したいところですが、相手の場には光の壁。このドレディアはジュエルも蝶の舞も持っていないので無駄打ちはしたくないし、しびれ罠で行動に制限をかけましょう。あれ？電磁波、こちらもしびれてしまいました。こちらのポケモン2体分の仕事を一人でするなんておじさん働きすぎですよ。一丁森林浴でもどうぞ。思った以上に効き目がないですね。おじさんが痺れている隙にこちらもアロマタイムを。麻痺したまんまでは最速使用のドレディアがお荷物になってしまいます。攻撃には努力値を振っていないようなので、AP に壁を張ってもらえば炎武王で攻略できそうです。全員野球、それが基本です。電磁波は返したものの毒毒玉がきつい。マジックミラーにすり替えって有効ですね。とにかく壁は張れたし運も味方している。相手は光の壁を張り直す。交代のタイミングは今、炎武王、その力を発揮してもらう時です。大剣気五郎ナバンギラス、交代の可能性もありますが、フレアドライブ。やっとおじさんにご退場願いました。お疲れスリーパー。もう今日は上がっているよ。またごっついのが出てきましたね。頑丈と不意打ち。こちらの被害は避けられません。炎武王は大事なダメージ源なのでまだ捨てられません。ドレディアでなんとかできるでしょうか？炎のパンチを持っている可能性もあるので、壁があるうちに蹴りをつけないと、リーフストーム、ぶっ放します。おっと不意打ち。張っててよかった。安心と信頼のリフレクター。今度の不意打ちは読めますので、しびれ罠を選択。うまく回避できました。不意打ち読み交代もありですが、ここはしびれ期待のメザパで。ゴローニャを倒せました。最後はバンギラス、いると思ったんですよね。スカーフならお手上げですが、
リーフストームでタスキの可能性を潰します。て、おい。そして絶望の竜の前。ああ、しびれお名前とちゃよかった。当たらなきゃ意味ないけど。砂がめたいて満身創痍。でも、ドレディア全部出し切ったね。ありがとう。相手のバンギラスが最速でなければまだチャンスはある。バカ力で勝負。ダメだー。当たったー。頑張ったぞ、炎武王。さて、バンギラスの前にサイコキネシスしかない AP。降参したいけど。グッジョブ、AP。対戦ありがとうございました。序盤でいろいろやったのが嘘のような、バンギラスの見事な三立て、油断して無力に突っ込んでいったのが敗因でしょうか。スリーパーのことも全く知りませんでしたしね。炎武王、AP、ドレディア、みんなお疲れー。それでは対戦よろしくお願いします。相手の先発はクロバットですか。炎武王のスカーフごときではハエが止まっているようなものですが、何かの指導要因かと推測して、モロハの頭突き？ですよねー。どうして、こう持つ強欲物事を判断できるんだろう。恨めしいです。炎武王、ごめんね。物理型が相手ならグレイシアが行きます。吹雪も抜群ですしね、あられ状態なら必中になりますよ。突っ込んできました。めっちゃ減る、命を削って攻め立てる、このクロバット、男ですな、猛烈アタックはもう結構、スーパーかくれんぼタイム発動。しかし回復しないとまずい、願い事間に合うかな？わーい、蒸発されたー。普通、あられになったら吹雪でしょう。こちらの行動が読まれてますね。今度は必中吹雪を選択します。ふふ、本当の神頼みはかくれんぼの神様なのだよ。冷たくなってろー。全身霜焼けにしてやりました。あったまりに来ましたね。ドレディアに交代もできないので、かくれんぼの神様に頼りっきりになります。あれ、なんで攻撃できてるの？トリックルームですか。持ち物は黒い鉄球だったりして、神様はまだ見捨てていません。あられがあるうちにできるだけ攻撃します。シャドーボールを選択。シャンデラ撃破。ムシャーナが切り札ですか。特攻の高いシャンデラを、布石にわざわざ出てくるタフガイ。いや、タフガール。いや、タフマダム。早速積んできました。シャドーボールで落とすには急所の神様に、お願いしないと、願い事をします。しかし、トリックルームで先行なのに、なんか嫌な予感。また、積まれましたね。不気味です。急所の保険にかくれんぼの神様を呼びます。スーパーかくれんぼタイム、パート2。氷のフィールドにグレイシアも、生き生きしてきた。願い事も叶って、これで準備 OK。シャドーボールでとりあえず攻撃してみます。どんどん自分の世界へ入ってます。さあ、まずは一発目。かわいいダメージが入りました。かわいすぎる。どうしよう。ちょっとまた神社行ってくる。そしたらドレディア交代ね。このムシャーナってあれですよね。詰めば詰むほどのあの技を使うやつですよね。もうすでにカッチカチだし、さっき無償降臨のつもりで、
お願いしたけどドレディアは、もう当たった時点で耐えられないだろうし、運よく生き残ったら痺れさせて、自由を奪うしかない。バリアー？こいつ、まだ積む？物理対策までしているとは、用意周到な。しかしこちらの最後はドレディアなんですよ。ほほほ。瞑想4回にバリアー1回、計10段階上昇の、アシストパワーの威力は、すでに220、さらにタイプ H で330。もう、できることはみんなやった。あとは運を天に任せるしかない。よし、痺れた、と、あられが病んじゃったので交代です。グレイシア見たり出動。麻痺してますね。神様ありがとう。この隙に、スーパーかくれんぼタイムパート3。見たかー。かくれんぼ神の力、剣は、我に味方せり、あられが地味に削ったその体力、急所シャドボで落とせないわけが、ない。まあ、まだ2発目だ。お、お盆の実、またも微妙に勝負が揺らいでいるね。あ。当たっちゃった。割と早かったね。グレイシアよ、ドラマをありがとう。もはや何の望みも消え失せましたが、最後はドレディアに華麗に、飾っていただきましょう。花のチルラン。対戦ありがとうございました。読みも何もない、運だけで最終局面に、たどり着いたのになぜか勝ちを、確信していました。あんまりいろんな神様にお祈りしちゃダメですね。反省。最後の一匹が突破できない。ってことで、まだ登場していないポケモンもいたのに、パーティーを変更しました。根性ブースター、マックゴルーグ、威嚇ハリー戦、全力でかわすグレイシア、蝶の舞ドレディア、張り切りアイアント、以上の面々でお送りします。ちなみにドレディアは1戦目とは、別の個体です。対戦相手はパレットさんです。相手のパーティーは、ムクホーク、ラグラージ、ルンパッパ、シビルドン、ペンドラー、ヘルダー、です。なるほど。ゴルーグ、グレイシア、アイアント、ドレディアと4匹ものポケモンに、抜群を取れ、もらい人カウンターでブースターをも、封じ込めるヘルダーは出てくるでしょう。先発は、こだわっているでしょうムクホーク、もしくは早く適用なペンドラーもありえるかな？ならばゴルーグに一番手になってもらいましょう。あとは目覚める岩パワーで奇襲できるドレディア、物理に固くしているグレイシアで、挑みます。それでは対戦よろしくお願いします。しまったー、ヘルガー出るって、予測したのに、みんなぶっ刺さってるよー。キラーアンとか登場しちゃって、お相手はムクホーク。威嚇が悔しいですがゴルーグに、インファイトはしてこないと思うので、グレイシアに交代します。命の玉ブレイブバードなら出落ちになりかねませんが、きっとトンボ帰りじゃないかな？やっぱり逃げた、ストーンエッジ警戒でしょう。さあ、グレイシアを見て何が出てきますかね？ヘルダー来るかな？シビルドン、きっと火炎放射搭載型ですね。ここはスーパーヒラヒラタイムの、発動です。スター、炎が来るぞ。お、おお、危ない危ない。このグレイシアは、光の粉を持ち、あられを降らせることで必中吹雪、たすきつぶしと三度おいしい欲張りさんです。かわせ。で、実際命中100の技は、ほとんどかわせません。残ったー、さすがずぶとい、ドロー際に強いぞ。お返しだー。
まさに白狼を踏む勝利、運よくシビルドンを突破できました。相手は3体目温存で、ムクホークできましたね。避けられれば吹雪で一発です。だから、そんなに避けられないって、こんなちょびっとの体力に力いっぱいブレイブバードを、かますムクホーク、なんか憎たらしい。お疲れ、グレイシア。ゴルーグ行ってこい。どうせ逃げられるけど攻撃します。アームハンマーがいいかな？あれ？ヘルガーいないの？出てきたのはラグラージ、水地面タイプの中でもトップの、人気、さすがの耐久ですね。こちらはヤチェの身持ちのドレディアに、交代します。ハイドロポンプ、しかし安心の草タイプ、ミラーコートを警戒しつつ蝶の舞選択。ここでムクホークが出てくるとかなりきつくなりますが、水タイプは平気で氷技を、使うからやばい。来い、冷凍ビーム。ふふ、これが半減身の強さだ。自慢の体力、いただきまーす。マジか、相手も半減身かよー。落としきれましたね。まったく半減身ってやつはドキドキさせやがる。とはいえ、体力も全開しかなり有利になりました。あとはやたらとガンを飛ばしてくるムクホークだけです。スカーフか？ハチマキか？そやスカーフですよね。わかってたんならもう一回待っとけよかったよ。しかも急所、ドレディア、かっこよかったよ。反動で弱ったムクホークに、さっそうと登場する色違いゴルーグ、ストーンエッジを持っていないので通る技が、アームハンマーしかありません。まあ、相手は手負いなので大丈夫でしょう。鉄の拳で勝利をもぎ取る。対戦ありがとうございました。やっぱりグレイシアの運の良さに、助けられた試合でしたが、そういう方なのでこれでいいんです。一人一殺のいい勝負でした。それから、今回登場できなかったマンタイムや、大太刀たちの動画もゆくゆくは、アップするつもりです。最後に、一作目の動画を見てくださった皆さん、コメント、タグを編集してくれた方、そしてもちろんこの動画を、ここまで見てくださった皆さん、ありがとうございました。それでは対戦よろしくお願いします。ハリケ山が相手の一番手、初手に出てくるとは珍しい、猫騙しあるかな？それに対する場大きい。当然待ったで、本当は最初から名手を出したかったんです。勝負を急ぎましたね。無償降臨できました。次はこっちの番、と思わせてすぐ逃げる。ストーンエッジ読みトンボ返り、ちっとも減らない。まあ、おまけだからいいけど、こういうやつへの秘策があるのだ。本来は特殊受けなんだけど。ジュペッター与えろよー。外してしまうとは、チャンス到来、当たってないけど、、でかしたぞ、4も削った、PP を増やしていなければもうストーンエッジは使えない。お盆の実がギリギリ発動しないけど、ハリケ山の相手はネイテオに任せられるでしょう。とっておきは置いといて、まずナイトヘッドで削ります。不思議花に交代だと、ネイテオには抜群技があるし、補助技も効かないのに、何この御三家、ふてぶてしい。なにぃ、このダメージ、追い詰められたので奥の手を、披露するしかありません。必殺アーツ、ジュエルくちばしー、
まともな攻撃技がないと思ったのかな。たとえ耐久に自信があっても、タイプ1ジュエル弱点は、耐えきれませんね。しかし、ジュエルを失って出がらしの、メイケオには張り手山を倒す力はもう残っていません。バレットパンチ？さすがに落ちない。これは急所ワンチャンあるでー。ぬぬ、微妙。ああ、ちゃんこ食ってる。ちゃんこ食って元気100倍になってる。ぬぬぬぬ、届かない。ゆっくりお休み、メイケオ。根性ならオーバーヒート、熱い脂肪なら火炎玉投げ、どちらか一つが正解だろうけど。ミロカロス出てきたー。そして私が選んだのは、第三の選択肢、ダメ元で選んだあくびがドンピシャリです。何にもできないバオッキー、ジュペッタに交換します。相手は覚悟の S 割。やけどが怖い、それ以前に耐えられるのか？ HP の多い相手にナイトヘッドは効率が良くないんだけど、眠っちゃう相手に鬼火も、無意味だし。やっぱりナイトヘッド。また張り手山か。さっきは大きいから逃げたってことは根性の方ですね。鬼火も使えません。できるだけ減らしましょう。しかしよく働くお相撲さんですな。インファイトもストーンエッジも、封じたのに結局2匹持っていかれた。ジュペッタのおかげでここまで頑張れた。ありがとう。なんという劣勢。だが、相手がなんだろうが魂の一撃を、放り込むだけだ。って。人が盛り上がってる時に水を差す。こんにゃろ。ぷん、しか、ぷん。がっくしですよ、もう。最後に残ったのが眠ったミロカロス。熱湯程度の威力でも。バオッキーは一発も耐えられない。威力半減の上、特攻はどんどん下がる。眠り姫、どうか起きないで、目が覚めて、目の前にドヤ顔の、猿がいたら嫌でしょう？ん？食べ残しもらおうかな？もらってどうすんだよ、意地のオーバーヒートじゃー。多分これ急所でも無理。起きましたね。じゃあ、ここら辺でおいとまします。辛かったね、バオッキー。次頑張ろ。対戦ありがとうございました。対戦開始前から懸念していた相手パーティーの、耐久の壁を突破できる火力が、若干足りませんでした。ジュペッタの作戦がうまくいっただけに、不思議花を、ネイテオのジュエルではなく、バオッキーで倒すことができていれば、展開も変わっていたかもしれません。そこが難しく、だから面白いのがポケモンですね。2戦目のパーティーに変更は、ありません。やっぱりバオッキーの技を目ざとや、気合玉にして特殊アタッカーにしようかとも、考えましたが、それよりも味方の技を活かせない私に、原因があると思いやめました。もう少しこのままで戦い方をマスターすべきでしょう。対戦相手はネイムレスさんです。そのポケモンたちは、ハピナス、スターミー、ドユーズ、カバルドン、デスカーン、キノガッサ。私がパーティーを作るとよく氷技を持つ水タイプに、弱くなることが多くて、特にスターミーは電気技も、使えて素早い、とっても苦手なポケモンです。それでドレディアを、いっぱい作っちゃったんですが、今回はヤチェの実を持っていないしちょっと辛いかな。カバルドン、ドユーズ、キノガッサにも有効だし活躍できそう。と思ったのはこのゆっくりを後付けしている時でした。
スターミーの相手はジュペッタでする。わざわざ特集家として育成したんだからここで引いては何の経験も得られない。ハピナスにはカブトプス、キノガッサに、ネイテをぶつけて、デスカーンは無視、ミイラは無視、アタッカーじゃなければなんとかなるはず。よし、これで行こう。それでは対戦よろしくお願いします。初手はカバルドンで砂巻きに来ましたね。ネイテオがいきなり落ちると、キノガッサが倒せないので、岩技を、呼んでカブトプスに交代、特性のおかげで簡単に、補助技を使わせないのが、ネイテオの強みです。トンボ返り、一応攻撃にも、努力値を振っていますが急所でこの威力、おまけですね。砂嵐の恩恵を、受けて、相手の弱点もつける、さらに素早さ一段階上昇。これ以上ない展開だな。このカブトプスは特性が発動すれば、115族まで抜ける調整にしています。おそらくカバルドンの仕事は砂巻きで、終わっただろうから滝登りでさっさと、退場してもらいましょう。あや、勝ったいなぁ。まずい、地震が来る。調子に乗りすぎた。命拾いした。こんな序盤で眠られちゃたまったもんじゃない。回復される可能性もあるけれど、今度こそ地震が来ると、ネイテオに、交換、ジュエル温存でカバルドンはなんとかしたいな。これは美味しい。はい、あくびが映りますよ。回復しないしカバルドンは捨ててくるかな？私なら一旦引きます。って、ことで交換読み、追い風、さらにアドバンテージを広げましょう。出たな、スターミー。しかし、一歩遅かったね。これで素早さ逆転だ。多分ジュエルくちばしで突破できるけど、キノガッサのためにとっておきたい。トンボ返り。交代先は10万ボルトでも、冷凍ビームでもジュペッタで、受けられるはず。さすがにトンボ返りで落ちてはくれないですね。さあ、なぜそうしたかは全く謎の。特集家ジュペッタ、スターミーに対して有効か？とりあえず不一致なら大丈夫なはず。こだわりなら受け切れたんですが、これはちょっと無理かな？外れることに定評があるハイドロポンプ。砂まみれになっちゃったから、水浴びもいいよね。最後に呪ってくれないか。すぐ帰るのね、ジュペッタ。スターミーを倒した後のことを、考えてネイテオに出てもらいましょう。あ、逃げた。トンボ返りはスターミーを、やっつけての対面狙いでしたが仕方ない。カブトプスが出たけど、スターミーが残っているならもう一度ネイテオで。また、あくびが映りますよー。相手の交換を呼んで居座ります。ここは取り逃がしたスターミーを意識して、追い風を使っておきます。風よー、吹けー。カバルドンは、諦めましたね。またトンボ返りすると思ったのかな？まだミヌ3体目のために必殺ジュエル攻撃は、取っておきたい。ナイトヘッドで。なひー、あれで体力50以上だったのかよ。しぶとすぎねー。1ターン無駄にしたけど、とりあえず1匹は倒した。スターミーは出落ちだろうから3体目が、拝めますね。キノガッサなら嬉しいな。うすうす恐れてはいたんですが、ドリューズか。とにかく岩技読み交換。うわぁ、読まれたぁ。これはもうちょっと止められないんじゃないか。砂の力って特性もドリューズにはあるけど、それなら剣の舞は、しないよね。最後の賭けにネイテオで追い風ができれば、
岩なだれも外れないし。せめてジュエル使いたかった。ネイテオご苦労さん。攻撃も素早さも2倍になった激烈モグラ。弱点の上にジュエルだと？何もそこまでしなくていいんじゃない？ 1? いたー。誰も予想できないドラマがそこにはある。戦略も戦術も飛び越えて、トレーナーさえ信じていない奇跡。父より生還した戦士にはより強大な力が与えられる。その勢い、まさに天に昇る竜のごとく、何人もこれを阻むことはたわず、鋼を貫き地上の一切を洗い流す、鬼人降臨、とどまることを知らず、一億銀河を遥か遠くに、魂の震えるがままに、星をも砕く、我は言う、ただ、我、ある、のみ。対戦ありがとうございました。相手の方にはちょっと申し訳ありませんが、はしゃいでしまいました。砕ける鎧が何回も発動したら楽しいかなと思って育成したのが今回のカブトプスです。安定感はありませんが劇的にバトルに貢献してくれます。育てたポケモンたちはやっぱりバトルに出してやらないと実力は計り知れませんね。ここまでご視聴いただきありがとうございました。それでは対戦よろしくお願いします。先発はコジョンドを出しています。苦手な相手は、トンボ返りしようと考えたのでしょう。対する相手は雪の王ではなく、ドータくんが先発です。おっと。余計なダメージをもらってしまいました。何かしら仕事はされてしまいますが、ペリッパーで受けに行きます。物理耐久は高いペリッパー。チャージビームを持っているようなドータ君でなければ、いい働きが期待できます。素直に攻撃してきましたね。大したダメージではない、岩なだれは持っているでしょうか？引いてきました。毒毒や壁張りもないとは、純粋なアタッカーなのかな？交代先の雪の王、出てきたらほとんどそのまま捨てられる一方通行ポケモンですね。ペリッパーの物理防御の高さを見て、吹雪で攻撃する気でしょう。こちらは炎武王に交代します。スカーフ持ちなので、タスキの心配もない雪の王は倒せるでしょうが、ドータ君が対滅なら、交換してくる可能性もあります。ですが、私の経験から雪の王は引かない。なので、フレアドライブが正解でしょう。そう、やっぱり引かない。攻撃は真正面から受ける。それが雪の王。あられを降らせる。確実にあられを降らせる。そして、今日も焼かれる。炎武王も結構消耗してしまいました。あと一回の攻撃が限度ですね。コジョンドでドータ君の相手をしたくないので、がむしゃら読みで炎武王を、一旦下げます。身代わり、だと、自身を呼んでペリッパーに交代します。また読み外しましたね。攻撃しておくんだった。これはひどい。何をしに出てきたのか？回れ右。やっと交換できました。あのマンムーの特性は、雪が暮れ、間違いない。こちらのペリッパーは鋭い目なんだけど、命中を下げられないと、意味がない、空気特性ですね。とりあえず波乗りであの似ていない人形を、ボッシュートです。揺れているー、ぶれているー、嫌な予感がするー。お、おお、当たりました。なるほど。このマンムーは、氷の粒手、身代わり、
ハゲ分身、そしておそらくはガムシャラ、体力も 4M プラス1にしてあるのではないでしょうか。持ち物は光の粉だったりして、めんどくさいやつが出てきましたね。私もこういう、分の悪い方にかける戦い方、大好きです。二発目も当たりました。今さら交代しても仕方ないので、フェリッパーで突っ張ります。略して突っ張りっぱー。幸い氷の粒てくらいでは大したダメージになりません。いくら身代わりを張ろうとも、根比べなら負けませんよ。あられの降る中、ひたすら波乗りをする、ペリカン。影分身がなんぼのもんじゃい。ポケモンの技というのは当たるようにできているのです。それにその作戦には穴がある。あい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 。また外したじゃありませんか？のんびり構えていられるほど余裕ないと思うんだけど。まずあの人形を取っ払わないと話にならないよ。もういいわ。ここで相手の計画をどんでん返す。要は先生身代わりを崩してしまえばよいのだ。こんな場面で追い風を使うことなんて全く想定していなかったけど、あとは連続で波乗りを当てればいい。外れ続きだからそろそろ当たるよ。まったく運のいいマンムーだな。大きな図体して華麗に避けてる。まあまあまあ、そのうち当たるさ。当てればいいのさ。なんか不毛。ペーリッパー。一体どこら辺が鋭い目なのか？さっさと身代わりを潰してあげないと、相手にも失礼でしょ。何この PP のダイバーゲンセールは。うん？この影分身は何回目だ？もしかして一撃必殺技よりも、当たる確率が低くなっているんじゃないの？一体いつになったらあの身代わりが、消えるの？ああ、なんで、波ドリルはないの？波ギロチンは？波乗りレイドでもいい。とにかく当たる技を当ててください。あられの中、追い風を受ける波乗りペリカン。ちょっとずつ体力が低下してる。波乗りの PP も怪しくなってきた。相手の身代わりの PP は、あとどれくらいあるんだろう？じわ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 と消耗が続いている。そのうち追い詰められて、どこにも逃げ場がなくなる。これは、地球温暖化？滅びの時を、待っているのか？って、そんなん納得できるかーい。俺は波に乗りたいんだよー。ふうふう、ぜー、当ててやったぜ。スーパーヒトシ君はボッシュートだ。ついに最後の身代わり人形を出したな。体力もきっちり 4M プラス1じゃないか。まったく相手の手のひらの上で踊らされっぱなしだよ。来るか。来たな。しかしそうはいかない。わかっているのだよ。だから跳ね休め。あられダメージで落とされたりしない。俺たちの戦いはまだまだ続くのさ。4回の身代わりで体力を1にしてガムシャラを使い、最後の1はあられで削る。さあガムシャラしてこい。何度でも蘇ってやる。不死鳥のごとくな。あれ？もうさっきから出たり入ったり忙しいな。ずっと跳ね休めで勝てると思ったのに。相手もそんなに単純じゃなかったですね。羽休めを読まれました。無駄に全回復しちゃった。身代わり潰しに波乗りしなきゃならなかった。ゲフ、どうしよう。あ、こんなのどうかな？こっちも身代わり、つぶらな瞳に、ふくよかなあご、丸みに飛んだヒップライン、って、誰だお前は、似てないにも程がある。
がむしゃらだったか。コジョンド、ちっとも活躍しなかった。でもいい気分転換ができたよ。さあ、第2ラウンドの開始です。ここからは、ご視聴の皆さんも展開を予想しながらお付き合いください。勝負は、じゃんけんと同じです。相手がガムシャラを使うときにこちらは、羽休めをする。相手はこちらの羽休めを、PP 切れにしたい。そこでガムシャラ以外が来ると読んだなら攻撃して、とどめを刺す。こちらに有利なのは羽休めの、PP はガムシャラよりも多いこと。相手の主張は身代わりが、残っていて、影分身により回避率が、マックスになっていること。この戦いを制した者が、このバトルの勝者となる。では、バトル再開。相手側の準備は十分。交換をこの先考える必要はないでしょう。相手の選んだ第一手は？こちらの読み勝ちですね。幸先よく身代わりを破壊することにも成功しました。さて、次はどう出てくるか。がむしゃらか、別の技か。がむしゃらできましたね。羽休めを選択して正解でした。企画があっさり終わらなくてよかったです。素直に考えるならがむしゃら連打なんでしょうが、お互い PP を減らすため裏を書きたいのも事実。どちらを選んだのでしょう。ほう、今のところよく読めています。でも油断せずに行きましょう。ここは正念場です。すでに4回のがむしゃらをかわしました。もしがむしゃらの PP を増やしていなければあと1回しか使えないはず。勝負してきましたね。安全に選択しておいて正解です。やはり羽休めの PP が多いことが余裕を持った選択を導いています。ブラックホワイトはポイントアップの入手が楽なのでおそらく増やしていると思いますが、 PP 切れと思わせるためあえて別の選択をするのも立派な作戦です。PP 増やしてましたね。これであと2回はガムシャラをかわさなければならなくなりました。神経の削り合いはまだまだ続きます。丸裸のマンムーンにとどめをさせないまま数ターンが経過している。相手も慎重にならざるを得ない状況になっているはず。羽休めか？波乗り、どちらが正解か？しまったー。ガムシャラじゃなかった。あと一回しかお手つきできないぞ。相手も勝ち筋は、ガムシャラを、決めるしかないと思っているはず。言って言って緊張しているでしょう。次の選択は、どうしようか？よっしゃ、見切った。なひー、当たらない。少しずつは勝利に近づいているはずなのに、敗北にも確実に近づいているんじゃないだろうか？さ、危ない危ない。調子に乗らなくてよかった。よし、あと一回、あと一回までしのいだぞ。さあ相手の手を読むんだ。冷静に正確に。そう？人間同士きっと通じ合える。がむしゃらか？はたまた別の技か？ぬおっおーい、とうとうかわしきった。マンムー、エリッパーお疲れさん。
お互い負けたくない意地と意地のぶつかり合い、まさに死闘と呼ぶにふさわしい戦いではなかったでしょうか。皆さんの選択は、ここまでたどり着けましたかね？応援してくれた皆さん、サンキュー、負けろ、ゾマーと言いたかった方々、残念でした。雪の王の雪降らしから、がむしゃらを持っているマンムーが、登場、よく遭遇する方は、タスキで耐えてがむしゃら、氷のつぶてでとどめを、刺す。今回戦ったマンムーはちょっと違った技構成でしたが、強敵でした。こういうアイデンティティを持ったポケモンで、戦うって、すごく楽しいんですよね。うちのポケモンたちも、ちょっとよそ様とは違ったところを作ろうと日々奮闘中です。予想外の行動を取れる、バトルにおいてはポケモンのポテンシャルを上げる重要な要素ではないでしょうか。って、おい、人がちょっといい話で締めに行っているのに、何回外すんだよー。気づいたら羽休めもなし、波乗りもあと一回じゃんかよ。どうすんのこれ、頼みますよペリッパーさん。鋭い目、鋭い目、関係ないけど、鋭い目なんでしょう。やった、やっと。当たった、やればできること信じていたよ。できればもっと早く決めて欲しかったけど、改めて、マンムーお疲れ。時間はかかりましたが予定通りペリッパーで、一撃加えて炎武王で、締めてもらいましょう。お待たせしましたドータくん、今一つだけど冷凍ビームで、削るだけです。うわぁ、氷。激闘を勝ち抜いたペリッパーに、神様がご褒美くれたのかな？ここで相手が降参されました。もう十分戦ったし、挽回の方法もないので、降参もやむなしといったところです。対戦ありがとうございました。長い長い試合でした。ターン数にして70ターン、おそらく30分か、それ以上のバトルだったと思います。普通なら動画にしないような試合ですが、印象深かったのでアップしました。皆さんにもバトル中の緊張感が伝わっていたなら幸いです。ご視聴ありがとうございました。それでは対戦よろしくお願いします。先発はイワパレス、交換合戦になりそうなので、まずはステルスロックしておきます。うわぁ、トゲピー出てきてくれた、ちっちゃいな、それでバトルするの？しかもメスって、もうメロメロだな、これ。水の波動なんて使うのか、珍しい。抜群でこれってやっぱ無茶なんじゃないか？ああ、混乱しちゃった。天の恵みですね。でも水技なら交代しちゃいます。狙っていきますよ。アズマ王、悪いボイネガー。あっと、なんだろう。交代するのか、守る持ちで、自滅狙い？おお、めったに見れない技のオンパレード。補助技を跳ね返す効果であってたっけ？ラフレシア交代読みで冷凍ビームだったんだけど、全然、効いてない。見た目とは裏腹にこのトゲピー、ガチ、バトルしようじゃね？素早さもこっちより早かったし、攻撃、補助、回復も一人でできるもんって、感じだし。何？この大きい顔が怖くないだと、お仕置きだー。あら、外した、恥ずかしい。がむしゃらに突っ込んできたー。超かわいい。しかし、耐久型対策の、角ドリルを打つためだけに、アズマ王が出てきたと、思ったのかね？水の波動を待っていたとは思わなかったのかね？こういう変な動きをする奴は警戒すべきだ。そうこのアズマ王は特殊型。しかも、飛来神を採用しています。水、電気技を受けに出て、交換を誘い、その隙に、高速移動を積んで全抜きを狙う、って。ほどの火力がない悲しい定めなのさ。くぅ、このトゲピー相手を倒す気満々ですね。一向に、引く気配がありません。
ほら見て、タイプ1特攻1段階上昇の波乗りで、トゲピー相手にこの火力。そりゃ居座って自滅するのお高みの見物されますよね。だーかーらー、結局は角ドリルを使うわけですよー。あー、ごめんよトゲピー。天の恵みちょっとだけ分けてもらったよ。名残惜しいトゲピーとの戦闘の後は、フワライドのご登場です。小さくなるバトンとかやだなぁ。だがしかし、冷凍ビームがあるじゃないか。おお、そうだよね。ステルスロックのダメージがあったけど、トゲトゲちゃんがめっちゃ硬かったんだよね。角ドリル以外の技で相手を倒したのが、初めてなんて秘密だよね。これはギガドレインで回復されるけど、結構惜しいところまで行きましたね。アズマ王さん立て動画とか、かっこよかったんだけど。ここまでやればもう十分。アズマ王、よくやった。燃える男よ出番だぞ。ブーバーン。ラフレシアには炎の花びらをプレゼントしてあげなさい。対戦ありがとうございました。いやー、あのパーティーとはもっと、戦っていたかったな。動画ではトゲピーの話題で持ちきりだったけど、ラフレシアも玉持ちのアタッカーだったし、他のポケモンもきっと面白い技覚えてたんじゃないかな？とっても楽しい対戦でした。続けて参りましょう。こちらのパーティーメンバーに、変更はありません。今メンバーに入っているネイティオは、3本目の時に登場したのとは別個体で、こちらは物理受け瞑想積み型です。格闘ポケモンのストーンエッジなら大体一発耐えます。と、うちのポケモンを紹介したところで、対戦相手も紹介しないと、ユマさんとの対戦です。パーティーメンバーを拝見しましょう。マルノーム、打撃、ブラッキー、ミロカロス、シャンデラ、チルタリス、これまたマニアックなポケモンがいますね。マルノーム、ブラッキー、ミロカロス、チルタリス、耐久型でしょうか？戦いが長くなりそうなので、ネイティオを選出します。また、打撃の頑丈潰しと、それ以外のポケモンには有効打を持つイワパレス、デンチュラならブラッキー、ミロカロス、チルタリスの相手はできますが、特防が高い連中ばかりだし、やっぱり補助技警戒で、こだわりトリックの王たちを連れていきます。それでは対戦よろしくお願いします。先陣切って現れたのはブラッキーですね。ここはバトンタッチを警戒しておくべきです。ステルスロックを巻いてプレッシャーをかけます。呪いを積んできました。相性的には不利なはずなのですが、呪いではバトン先もいない気もします。追い打ちなんてさすがに持ってないと思うし、交代する理由もありません。殻を破ってしまいましょう。イワパレスといえばこの技ですよね。一回破ってしまえば最速125族、マニューラや、ダークライト互角になります。あとは先制技を、覚えてくれればパルシェンの地位を、ぶんどることもできるんです。ブラッキーの耐久に、よほど自信があるのかな？居座ってますねー。様子見にしてはのんきですね。防御を固めつつじっと反撃の、機会を狙う。相手のブラッキーは、差し詰めピーカブースタイル。対するうちのイワパレスは、攻撃と素早さの、ために防御を捨てる、ノーガード殺法。両者が睨み合うことになれば、勝負は一撃で決することになるでしょう。ヒロインが二人の間に割って入るなら今ですよ。喧嘩はやめてー。二人を、止めてー。しかし、非常の拳は振り下ろされるのです。撃つべし、撃つべし。よよ、硬い、さすがブラッキー。クロスカウンター。一転した拳の応酬でありましたが、こちらも生まれつき頑丈な体を持っていたおかげで、
ワンパン KO は免れました。隠し持った狂気攻撃にも耐えられましたが、最後は素早さが生きました。まずは撃破。またもや殴り合い所望の、格闘家がリングに登場してきました。そんなに簡単にうちの看板は渡せませんよ。お前にどれだけの根性があるか、試してやる。むむー、ひるむことなく最大奥義を、放つことができたか、あっぱれなり。しかし、この最後の毒には、勝てなかったようだな。お前もまた孤独な戦士、一緒に、眠ろう、友よ。汗臭い戦いが終わったら、どっから見ても綺麗な子が、出てきました。こっちからは一部の人たちに、大人気の大立ちさんに出てもらいます。食べ残しね、給食の、時間に食べきれなかったのかな？なんなら、それ、食べてやろうか？耐久ポケモンから、食べ残しを、奪ってこだわりを押し付ける、大立ちさん、いい働きしてくれますね。安全策のトリックでしたが、ハチマキ捨てにタックルの火力は、なかなかバカにできないんですよ。ノーマルが等倍で通る相手ならゴリ押しもできる隠れた実力者です。まあ、ハチマキなけや、相手が、相手なんでこんなものです。でも大立ち、大変よくできました。拍手。よし、熱湯娘、最後の、お相手はこのネイティオがするよ。瞑想前提の特攻4振りなので、火力は超不安ですが、やけどにさえならなければ負けはしないでしょう。ミロカロスの微妙すぎる体力に、電磁波も考えたんですけどね。ちょ、アヒー、言ってるそばから火がついちゃったぞ。これだから熱湯は方々で3割以上の、追加効果発動率と噂されるのさ。それに、あれ？これ、画面のせいなんだけど、黒すぎねえ？真っ黒焦げになってるよ。暗黒面に落ちたブラックネイティオなの？時折息継ぎみたいに、上に、顔を出す仕草が戦士の苦悩を、思わせるよ。次の攻撃で倒せそうだけど、倒せなかったら負けちゃうし、なんとかもう一回瞑想を積むチャンスを作りたい。トリックが決まった時には楽勝だと思ったんだけどな。本当に捨て身タックルのゴリ押しで、勝ってたんじゃないの？とにかく羽休めで粘ろう。こういう耐えながら積んでる時が、急所に当たりそうで一番嫌なんですよね。そうか、お前も苦しいのか。ブラックネイティオなんとか耐えてくれ。お前のフォースが満ちるその時まで。はい、反撃の時が来て、相手は降参を選択されました。対戦ありがとうございました。最後数ターンはあっさり攻撃してても、よかったかと編集をしながら思いました。決める時は決める。今一歩のところで、勝利をつかめない時はそれができてない時なんですよね。どんどん参りましょう。3戦目です。今まで作ったパーティーの中で、一番試合数をこなしています。もちろん動画素材となるためにです。弱点はカバーできてないんですが、長所をつなげ合う、6匹のポケモンが、次なる対戦者を待ち受けます。対戦者として現れたのはマイさんです。パーティー構成をチェック。パルシェン、カイリキー、ナットレイ、シャンデラ、シビルドン、キングドラ、強力なポケモンが顔を連ねてますね。ニョロトノは入っていないので、完全アメパではないようですが、天候を変えてくる可能性もあります。そうなったら止まらないので、こちらからはブーバーンを選出しておきます。ブーバーンで相手をできないカイリキーに、ネイティオかな？でもシャンデラはどうにもならないな。アズマ王の方が安定しそうだけど、ぶっちゃけ角ドリルしかすることない気がするし、アメパっぽいんだよなぁ。晴れで対抗すると、アズマ王はほんと使いにくいからなぁ。デンチュラだって雷が当たらないし、岩パレスかなぁ。ふんふん。
大立ちはお休みでいいや。それでは対戦よろしくお願いします。散々迷って結局先発はイワパレスでした。パルチェンが怖いのでステルスロックができればいいでしょう。か、怪力、ちょっとまずいな。殻を破ってもマッハパンチで、倒されるので初志貫徹で。爆裂パンチきたー。やっぱりノーガードー。アズマオーナゼいない。ドリルであいつの腹筋をバラバラにできるのに。混乱したけどタイプ1なのにこんなものなの？ここも初志貫徹でネイテオに相手をさせるとしましょう。混乱してしまいますが4分の1のダメージなら軽く受け流せます。さっきストーンエッジじゃなかったから三色パンチを持っているのかな？あぶぶ、これだよ、先生の爪だと？きゃー、しかもちゃんとストーンエッジ持ってるし。ぶへー、急所だけは免れたか。でもやっちゃったな。交代読みしたんだけどな。パルチェンかキングドラが良かったな。せめて動いてよ。ふぅ。しかし、参った。今さらサイコキネシスしても、一発では倒しきれませんね。とにかく一矢報いないと。あい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 、ポジティブ、前を見ろ、どこ見てんのさぁ、って、お前は動くんかい。ここは空気を読んで痺れてくれても、いいんじゃない？だってネイテオがあまりにかわいそうじゃない？肩切り取ったらんかい。やったレイブーバーン、大文字で産毛の一本も、残さず焼き尽くしたれー。耐えた、そして、痺れた。ネイテオの怨念が、ブーバーンを、パーティーの三立ての危機を、救いました。ありがとう。最後っぺもなくあっさり落ちた怪力でしたが、後ろにパルチェンが控えていた余裕ですかね？どれどれ、このブーバーンは水ポケ狩りが得意なんですよ。助けはないぞ。ハイドロポンプでも、波乗りでも来なさい。ほほ、シェルブレード、あれが、ホタチか。生ぬるいな。おっくん、燃えてるぜー。ブーバーン絶好調だぜ。ソーラービームで派手にフィナーレを飾ります。悪あがきの氷のつぶてでしたか。しかし、相手の控えを考えれば、ブーバーンのどの技も半減以下で、受けられる可能性があります。何を血迷ったのでしょう。無駄に、手の内をさらし立ち回り、調子に乗りすぎました。交代もなかったのでナットレイが出てきてくれれば、勝ち確です。キーイング、キングドラー、雨でもないのに両方入れてるなんてそんなのありなんですかー。ためらいもなく優勢軍ぶっぱだと、望みはないんですかー。なんて厳しい、なんて神々しい、これが、キングの実力なのか？優勢軍だって外れるときは外れる、殻を破るが最後のチャンス。ぬおっほーい、やっちまったな、このターンが、キングの攻撃する最後の機会だったのさ。今のイワパレスなら特攻の下がった優勢軍でも、とどめを刺すには十分だったはず。スナイパー型にこだわりすぎたのが、失敗でしたね。さあ、あなたの王国はここで消えるのです。水技を覚えて、出直してらっしゃい。なんでまたちょい残しなの？確かに落としきれるか不安で昼見狙いでもあったけど。ビエーン。対戦ありがとうございました。ポケモンを信頼していない私は、最後に、自分の運に頼ってしまいました。自分の戦略に没頭し、相手を、軽んじた結果がこれですよ。私のポケモンたち、お疲れ様。キングドラ育てようかな。ここまでご視聴ありがとうございます。コメントと
かタグとか、いろいろ私の動画にちょっかいを出してくださる方、とても励みになります。投稿ペースが落ちる一方ですが、楽しい動画を作れるよう頑張ります。待っていてくださいね。それでは対戦よろしくお願いします。前回登場から技構成を変えたジュペッタですが、嫌がらせをすることに変わりはありません。早速エムリットが出てきました。あっといきなり逃げ回るんじゃない。マスターボールはどこだ。はい、怖い人が来ましたよ。冗談です。そんなに怒んないでくださいよ。特殊化物理かわかりませんが麻痺させたので、ジュペッタがボーマンダにできることはもうありません。交代しますが、流星群を受けられる可能性があるのはジャローダの方でしょうか。物理技はやめてー。流星群が襲いかかる。アイアントのために犠牲になってくれジャローダ。おっし、やるやるとは聞いていたけど、玉流星群を耐え切るとは偉い。特攻2段階ダウンでもジュペッタを使う余裕はない。大文字が恐ろしいですが、アイアントで一気に行きます。一旦下げますか。しかしこの対面はむしろこちらが有利ですね。逃げる。おーい、マスターボール持ってきてー。だから冗談ですよ。人のものを取ったら泥棒。わかってますよ。自分のポケモンを守ろうとモンスターボールを弾き返すトレーナーの姿は愛を感じる。かっこいい場面ですね。命中率がアップしたのでストーンエッジを選択します。当たりさえすれば張り切り。アイアントのプレッシャーは相当なものです。攻撃が主体のボーマンダなら先手を取れればこの通り。エムリットは出てくれないでしょうから3体目が来ますね。バッシャーも加速ではないようです。攻めの姿勢は崩しません。ツバメ返しは必中なので入れていますが、格闘への対抗手段にもなります。出す気持ちでしたか。ということは、うふーん、最近のバシャーモは素早さを何かしら上げるのが定石なんですね。いやいや、アイアントはよくやったよ。真っ白です。おやすみ。これでバシャーモよりも早く動けるポケモンがこちらにいないのでまずいことになりました。ジュペッタ、一発耐えれるか。お前次第だ。おう、おう、おう、オーバーヒートで助かった。格闘が使えなくても最大火力なら一撃と考えるでしょう。この世界に特殊系のジュペッタなんてそうはいないだろうから警戒しようがないですね。なんとかバシャーも突破の可能性を残しました。あとはシャドウクロウで交代されても問題ありません。色違いのバシャーモさん、お疲れ様でした。全く手の内を明かしていないエムリットと最後の勝負です。トリックとかそういうことするの。スカーフを押し付けられるとアタッカーじゃないジュペッタには致命的なんですが、知らない人から物をもらっちゃいけませんと、うちのジュペッタはよく教育されているのです。タイプ1をどこまでしのげるか。ナイス呪われ。電磁波ばっかりですね。攻撃手段がサイコキネシスだけだったのでしょうか。こだわりを承知で勝負したのに呪われボディを食らったら戦意喪失してしまいますね。降参が選択されました。対戦ありがとうございました。アイアントの姿を見せたくて試行錯誤しましたが余計に画質が悪くなってしまいました。ごめんちゃい。2試合目に参りましょう。なかなか使いやすいパーティーなのでメンバーの変更はありません。控えめ瞑想ジャローダ、張り切り爪研ぎアイアント、ド根性ブースター、威嚇ハリー戦、
マヒマキ呪われジュペッタ、ボーンアイデンティティガラガラ。今回のお相手はアネルさんです。どんなポケモンがいるのか早速見てみましょう。エモンガ、ボッシュロトム、サンダース、レントラー、ジバコイル、エレキブル。電気統一ですね。一目でわかりました。電気パにエモンガを入れるのは流行りなんでしょうか？その昔、先発で出てきたエモンガに3盾を食らった嫌な記憶が蘇りました。ミニマムサンダー、恐ろしい子。さて、こちらは地面タイプのガラガラが、最も有効なポケモンですが、当然対地面用にメザパ氷とか草とかを、何体かあるいは全員が持っている可能性があります。電気タイプは特殊技が得意だし、パーティー全員の相手をすると、疲労が溜まって、ボキと言っちゃいます。大事に使ってあげましょう。相手からはウォッシュロトムが確定で出てくるとして、それならこちらはジャローダが確定です。残りは正直何が出てくるか、全然わかりません。先発もエモンガあり、ロトムあり、サンダースあり、お好きにどうぞって感じです。こちらの先発はジュペッタにします。サブウェポンを封じれば、ガラガラが動きやすくなりますからね。それでは対戦よろしくお願いします。癖の強い電気統一との対戦、初手はいつも以上に重要です。このレントラーはアタッカーでしょうか？耐久型でしょうか？物理？特殊？わからなさすぎる。電磁波しときます。ギョヒー。ちょっと端末、そっち方面はほんと。なんとか残りました。不一致弱点なら一回だけ耐えられる。物理アタッカーらしきレントラーを麻痺させたので、とっとと退散してガラガラに、交代です。早速真打ち登場。噛みつかれたってまだまだ元気。ロトム交換読みで身代わりを張ります。わかりきっていますね。お互いどうしても倒しておきたい一匹の対面になりました。ロトムの浮遊ってすぐ忘れちゃうんですけど、今回はそんなミスしません。ブーメランは飛び道具なんだから当たるんじゃない？という疑問は置いといて、捨て身タックルをぶちかましてやります。超大勝てー。何あれ、もう勘弁。ジャローダ、やっちゃって。200% 物理受けのロトム。下手な交換読みをして補助技を使われるのも、嫌なのでギガドレインで仕留めに行きます。ロトムは大事ですよね。ジャローダにはレントラーの威嚇も旨味がないので、牙がある、もしくは電磁波毒毒で居座りに負担をかける気なのかな？第4世代までは攻撃技に恵まれないと言われてきたレントラーなので、補助技の印象が強いんですよね。相手は麻痺していることもあるし、瞑想を一回だけ積んでおけばかなり楽になりそうです。おっとおー。バリバリのアタッカーですね。食いつきが、半端ねー。急所や氷の確率は低いけど早くやっつけないと、ギガドレインで攻撃します。やばいやばい、耐久重視の結果の火力不足。それにしても体力にも振ってあるのかな？こちらは特攻一段階上昇の上タイプ1だったんだけど、振ってなかったとしたらショックが大きいな。思わぬ伏兵レントラーにごっそりパーティーを削られました。倒すには倒せたけど、もう一回どこかで瞑想できないかな？無理。明らかにメザパ氷じゃない？真正面からでは体力の減っているジャローダが不利。ジュペッタ、出番だ。あいつの目覚めた力をまた眠らせるんだ。
かっこいい。そんなことできるんですね。倒されても仕方ないと思ってたのに。ほっほー、交代ですか？もう一回動くチャンスをもらいました。でも電磁波ばっかりなんだなー、これが。物理受け相手に攻撃しても、涙ちょちょ切れるので持ち物をいただくとします。お盆のみ、いい仕事しますねー。まだまだ働けます。今宵のジュペッタは、一味違うぞ。やけどですることがないからって、おにびの PP を減らしにかかる謎行動。舞い上がっちゃいました。痺れてくれましたね。そんなに、イライラしないの、シャドウクロウしときなさい。急所のおかげでミスを帳消しにできました。あれ、身代わり？すっげー、あれ絶対残り1だよ。セルフタスキロトムだよ。ジュペッタが、ジュペッタが。もうダメだー。こんちくしょう。最後まで仕事をしていったジュペッタに、勤労感謝。ジャローダは攻撃あるのに、最低一回は相手に行動を許してしまう。まずあの身代わりを壊さないとね。ハイドロポンプは封じてあるからガラガラを出してもよかったのかな？このロトム？痛み分け？なんと、ハイドロポンプ、おにび、身代わり、痛み分け、電気を使わないエコ洗濯機でしたか。タイプ統一ならではの思い切った技構成ですね。これはやられました。しかし、うちのジャローダもしぶとい、体力半分のところをずっと行ったり来たりしています。最後のジバコイルを相手にするにはやや不安ですが、ここで決めないとガラガラでは速さ勝負で、負けかねない状況です。風船と頑丈をまず潰すため、隠し玉の、メザパ炎を喰らえ。こいつも硬いな。ガラガラの見せ場がなくなった瞬間です。徹底した地面対策、しかーし、目の前にはまだジャローダが頑張っています。ガラガラまで勝負を持ち越す気はもうありません。瞑想して攻撃面防御面を強化して、あとは目覚めるしかありません。ジバコイルも目覚めたー。まだまだー、なんのこれしき。ジャローダー、目覚めろー。ぐぐぐー、目覚めてくるぞー。どっせー、よく持ちこたえた。こんなにもギリギリで受け切るなんて、どんな時でもずっともしゃもしゃやってた甲斐があったってもんです。それではフィニッシュです。パワーオブ目覚めるー。打ち取ったりー。対戦ありがとうございました。ガラガラの存在がいいプレッシャーになったのか、相手に電気技を全く使わせずに、勝利しました。しかし、よく工夫された技構成にびっくりさせられっぱなしで、激しい戦いになりました。タイプ統一って使っている人はやりやすいとかよく言ってますけど、ちょっと真似できませんね。いい試合を、ありがとうございました。私のポケモンたちお疲れー。ブースター？ハリー戦、また今度ね。視聴者の皆さんもありがとうございました。それでは対戦よろしくお願いします。熱っ。初手ゾロアーク警戒の沢村でしたね。なら猫魂は持っているでしょう。大
球にはちょっと自信があるので、サイコキネシスで攻撃しちゃいます。交代した、不意打ちないのかな？そうなんすか、ナッシーの持ってる攻撃技ではかなりきつい。逃げらんないし麻痺させるのが第一歩。せめて痺れを期待するぐらいです。当たんねー。やっちゃった。痺れ粉は命中安定でないのがたまに傷。当たんねー。どうやら風向きが悪いようです。こうしてナッシーは花粉を撒き散らす機会となりました。もう麻痺させればそれでいいです。交代した。ペンドラーが出てきた。これは美味しい。あい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 、あんたねー。遅れてきた反抗期ですか？もう、外出禁止です。お父さん、怒っちゃいますよ。あんたか？あんたがうちのナッシーを。何言ってんの？まずは弁護士を通してもらわないと。ねえ、先生、この親にしてあの娘。ゆすりたかりの人生には、いつか、天罰が下りますよ。レイラ亡命。地震か雷かじ親父。天変地異ならお友達でー。突貫校。タイヤはすっこんでろい。お前が引っ込め。放っておくと倒されちゃうので、マンタインに交代。素直に落としに来てくれたのでうまくいきました。攻撃力をそぐ意味でも、熱湯を選択。また身代わりで様子見でしょうか？やっぱり速さが厄介ですね。あの時しびれ粉を当ててさえおれば。おっと、ここで交代？飛行タイプは苦手と見える。ソーナンスが出てきましたが、こっちはもともと、毒毒を食らわせる予定だったので、好都合です。あれ、やけど？やるね、マンタイン。不可抗力ですが、これで攻撃する必要がなくなったので、あとは待つだけです。アンコール読みの怪しい光で行きます。反射技と道連れに注意すれば、アンコールなんてまだ可愛いものです。しかし火傷になってくれたおかげで、毒毒アンコールからのペンドラー無症降臨を防げたのはいい感じです。今更ながらあの火傷は大きい。殴り殺しになる前にペンドラーに交代。正しい判断ですね。マンタインは現在ピカピカマシーンになり下がっていますが、こちらに素早いポケモンがいないので、交代できません。アンコールが切れるまで混乱に期待しましょう。特殊耐久はペンドラーは低いはずだからマンタインでも一発で落とせるはず。あ、そうだ、身代わりあるんでした。混乱を覚悟で出てきたってことは毒でも森に来たのでしょうか？今はなんとかマンタインに頑張ってもらわないと。よっしゃーい。あまりにいいダメージにそのまま自爆するかと思いましたが、そんなに甘くはないですね。ともあれアンコールのターンをしのぎました。ここは熱湯でいいでしょう。ガーッツ、岩なだれがあったのか。あぶねえ。ひるみもなく。無事攻撃できました。混乱、命中、ひるみ、乱数、悩ましいところですね。マンタインは失いたくないので、二度キングで受けれるか、岩なだれに挑戦です。あっと、これは体力低すぎか？メガホンだと？ナッシー読みされてました。確かにその方が良い選択ですね。メガホンが外れていなければ、バトル終了でした。不意打ちも決まってまずは一匹目を倒せました。逆に沢村の不意打ちをこちらのナッシーが食らわなければ、勝てそうです。ジュエル不意打ちが最も怖いので、確かめるためにも一旦眠ります。膝が飛んできましたね。しかしいくら沢村さんでも、格闘技でうちのナッシーを突破することはちょっと無理ですよ。寝る子は育つ、
どこでも寝れる強心系の持ち主。それがうちの、ナッシーです。ノンレム睡眠。体力全開なら何も怖くない。ぼっこ、ぼっこ、この鈍い音が本当に重そうで、痛そうに聞こえます。まったく練習用の、木人じゃないっていうの。お、タスキ愛好者でしたか。ちょっと逃げないでよ。あと一押しで落ちるのに。似たような体型しててもあんたは泳ぎでないの。足の長さが段違いだし、こっちの、アタックはいまいちでしょ。草食男子に興味はないの。おやすみー。あぶぶ。もう帰ってきたの？目元が凛々しい沢村ーくん。やっぱりうちのナッシーの相手にはあなたの方がお似合いだ。ほら、反応した。おめめぱっちり、ノンレム睡眠。いやーあん、じゃれてるんじゃない。もう起きてるからペチペチやらなくてもいいの。照れてないで、さあ、飛び込んでらっしゃい。のー、なんというツンデレ娘。沢村ーくん、ごめんよ。これからはいい友達になってやってくれ。お体を大事に。まだやるというなら、やけどじゃ済まないよ。そういうわけで遭難巣はこれ以上戦うことなく、降参しました。対戦ありがとうございました。先日の段階で読み合いになるであろうことは予想していましたが、私の当たらない読みが返って、相手のペースを乱したようです。まあ、こんなこともあるさ、うん。勝負は時の運、とは言うものの、その一言で片付けられては、手塩にかけたポケモンたちの奮闘が悲しすぎる、好きだから一緒に戦っているんです。2戦目の対戦相手はピートさんです。早速どんなポケモンがいるか、チェック。トリトドン、アギルダー、カポエラー、ロトム、マルノウム、アメモース。まさに好きなポケモン使っていますパーティーですね。ズバ抜けた種族値を持つポケモンはアギルダーぐらいでしょうか。ランダムで初めて会いますが、命がけを使えることくらいは知っています。火力勝負なら私のパーティーに分がありそうなので、一体倒すことができれば、圧勝できそうなんですが、はてさて、どこから攻めたものか、見れば見るほどどこから行ったらいいのかわからない。つかみどころのない不思議なパーティーですね。そしてアクシデントが私を襲いました。時間切れになっちゃったの。それでは対戦よろしくお願いします。先発はマンタイン、残りはナッシーと打撃です。まあバランスはそこそこいいよね。ロトムはまずいよ、ゾロアークと間違えてくれ。トリックか、電気技で瀕死にされずに済みました。しかし度胸がありますね。ゾロアークだったらロトムなんてあっさりやられちゃうよ。こちらは生き残った死毒も入れたので交換します。ボルトチェンジ読みでナッシーを。打撃の頑丈はまだ潰せません。虫ポケに交換されたらまたマンタインが出張っていけばいい。特殊技には本当に強いんだよマンタインは。なひー、2連続トリックだと。あーやめてー、持ってかないでー。これはひどい、決死の覚悟でマンタインが入れた毒がきれいさっぱりなくなってしまった。ナッシーの持っていたラムの実で、この展開を読んでいたなら相手はもう神様レベルです。シャドウボールなら軽い。軽い。やっぱりボルトチェンジ持ってるかー。しかしあるいはマンタインなら。どっせー、サンズの川の散歩手前で踏みとどまった。が、こやトリトドン来るとまたお手上げになる。毒毒読みの丸ノームかな？熱湯で火傷にでもなればいい。硬い、そして火傷もなし。ロトムにもらったメガネはただのオシャレメガネだったの？
あのマルノームは特殊系だね。それでも懸命に仕事を、何かの爪痕を残していったマンタイン、ありがとう。さあ、出番だ。鉢巻き巻いたお前の効果力で敵を投げ払え。ロトムがいるのでストーンエッジ一択だ。これはマンタインの分。まず、一匹目。次に何が出てこようと一発はお見舞いする。はふ、そやロトムですよね。どっちにしてもこだわっているんだからストーンエッジしかないのです。随分逃げ腰ですね。やるときにやっとかないと後悔しますよ。頑丈がなくなりました。崖っぷちですね。いいポケモンのチョイスだな。テクニシャンだし、猫魂&マッハパンチ。そうか、エリキーは覚えないマッハパンチ。次の技が読めるぞ。勝負をかけるならここだ。よっしゃーい。問題ない。眠れないナッシーはただのやし。じゃない。サイコキネシスを打つタイミングが重要だ。ここは不意打ちを警戒してしびれ粉を巻きます。おう、追い打ちか。交代するならむしろそっちでしょ。いいダメージが入ったな。しかしもう不意打ちを持っている可能性は低い。先制技でこのナッシーを削り切ることはできないでしょう。サイコキネシス、それが答えだ。あぶぶ、交代ね。そうだね。むしろね。どうとでもなれ。急所はどうよ。惜しいなぁ。もう一息でした。マンタインの形見の食べ残し、美味しいな。お前さんにはそういう平和な風景の方が、お似合いなのかもね。あとは打撃に任せて安心してお休み。ナッシーお疲れ。絶望的な確率でも、まだゼロではない。ダメ。私、こらー。アホー、私、アホー、アーホーすーぎーるー。みんな、ほんとごめん。対戦ありがとうございました。何が起こったのやら、やってはいけない。カラオケで歌っている途中に、演奏を止めてしまうくらい、やってはいけない。どうしようもない空気に包まれた。そんな苦い夜でした。よっしゃー、やるぞ、お前たちついてこい。さっきは勝ちたい気持ちが強すぎて、ちょっと間違えちゃったのさ。この傷はバトルでしか癒せない。対戦してくださったのはカイザーさんです。どんなパーティーなのか拝見いたしましょう。ハピナス、トデディア、ブースター、ラティアス、シャワーズ、サーナイト。ブイズが2匹いますね。私の動画では手持ちに入りながらも、活躍機会のないブースター、努力値を振り直そうとしてたのを思い出しました。攻撃、防御どちらにしても、特殊に強いポケモンばかりなので、ここはマンタインの出番かな、と、気づいたのはこのゆっくりを後付けしている時でした。当然選出してません。ハピナスの相手に打撃は丸質。ラティアス突破にゾロアーク。ミラーコートの使えるグレイシアなら相手の一匹は倒せそう。ブイズだし。それでは対戦よろしくお願いします。こちらの先発はゾロアーク。わかりにくいので右側を見てください。おっと、ブースター。開幕ブイズの対面となりました。奇襲する。チャーンス。例えば火事から持ちでも、タスキを持っているので安心です。おっとっと。これは特殊系ブースター。あのメンツの中でわざわざ特殊系なのか。交代読みのあくびには、素直に交換で対応します。打撃を出して早くも手持ち3体がバレました。やっぱり耐久型ですね。エスパーいるかな？まあ、ストーンエッジでも抜群だからいいか。こっちは物理受けのブイズだな。インファイトなら、2発だろう。あつ、願い事してたんだ。ノーダメージだしやけどしたくないので、交換がいいね。グレイシアを出して再びブイズ対決といきましょう。
また交換読みか。しかしこっちのグレイシアだって使えるもんね。ひみ。あくび返し、どんな問題、お眠の時間だよ。今は熱湯吐いとけばいいさ、今度はあんたが選ぶ番だ。よしよしグレイシア、やけどにならず眠ってしまいました。置いとけないからチェーンジ。イリュージョン。相手も交換を選択。ストーンエッジしちゃうぞ。交換するがいい。悪いこと考えちゃうもんね。よしよし、翻弄してるぞ。火力2倍になったらどうしようかな。ああして、こうして、それからふふふふ、行きますよー。私だけが知っている、ナイトオーバーストー。すんげー硬いよ。一体どんな構造してんだか。お湯が沸いてるね。ごめんなさい。あっちっち。ちぃ、バレたか。見られたからにはしょうがない。シャワーズ、生かして返すわけにはいかないな。闇から闇へ、そして伝説が作られていくのさ。純伝説きたー。やっちまえ。ああ、早いんだ。でも、これは一体？ラティアス、お主も、悪用の、まさかわしのタイプを真似て威力を半減させるとは。いえいえ、ブロアーク様には叶いませんよ。グレイシアに化けて出てきたと思ったら、次はライバルタイプの、打撃に変身していらっしゃる。そんな芸当とても真似できませんわ。まあ、真似したくもありませんけど、あなた、もう終わりましたの。おー。ラティアス、貴様。下克上。一発与える。悪に染まったラティアスに正義の拳を叩き込め。なんだと？ブースターをスケープゴートにして、自分だけ助かるだと？ラティアス、そこまで落ちたか。かわいそうだが、赤いつながりだ。あいつの罰は受けてもらう。ブースター、お前は果たして、活躍できたのか？うん、無駄に倒れたわけじゃない。尊い犠牲により清い心を取り戻したラティアス。あれ？どうやって倒そう？こだわってる場合じゃないと、変えたものの、ブースカピーだし、グレイシア、早く起きて、君のジュエルにかけるしかないんだよ。こっちは、相手の火力がないらしい。それでもチャンスは一度きりだな。願いをお届けー。起きてー。はい、来たこれ、持っててよかった氷の粒て、ジュエルの力も相まって、もしかするならもしかするかも。奇跡なんてない。ラーティアースグレイシア、君は頑張った。じっと耐えたおかげで、あのラティアスについに、流星群を使わせたんだ。それにあれだけ削れば、もう十分。あとは打撃に任せろ。え？回復しちゃうんですか？強いよ。ラティアス強いよ。打撃はストーンエッジしかできないし。PP 増やしてないから、あと4回しか使えないでしょ。命中率が悪いから外れるまで、自己再生で粘って、ゆっくりとどめを刺す気でしょ。思惑通り外れるのが早いか、急所に当たるのが早いか。勝負だ。早速外すなー。頑丈で耐えられる。諦めるな。ハチマキの火力がある。お、これは特攻2段階ダウンが効いているぞ。いけ、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 惜しい。どうだ、肝を冷やしただろう。そうやすやすとは、勝たせてやらないからな。ストーンエッジは残り一発。いけ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 、あーん、なんでよー。そこに何があるんだよー。流星群がー、ぎゃー。ん？あれ？これってまさか？対戦ありがとうございました。欲しい奴らで
しょ。うちのポケモンたち、動画を作るようになっていっそ愛着が湧きました。ゾロアークは特に使っていて、面白かったです。それから今までいただいたコメントやタグに、チャンスがあれば少しでもリアクションしようと思います。過去の動画を見ていなくて不愉快になったらごめんなさいね。対戦者さん、視聴者さん、そしてポケモンたち、今回もありがとうございました。それでは対戦よろしくお願いします。先発で心盛りが出てきました。器用っぽい。それぐらいしか、手の内がわからない。あと、早いってことだよね。芽吹き鹿の存在意義に関わりますが、この相手には、チルタリスで対処した方が良さそうです。相手も芽吹き鹿のことがわからないのかな？様子見に身代わりしてきました。そして毒々攻撃。でもそんな悠長なじわじわ戦法は許しません。あと3ターンだ。時間がないからテキパキと仕事します。一人じゃ怖くても一緒なら滅びてもいい。風が背中を押してくれる。そんな歌、心森さん地獄まで付き合ってもらいますよ。毒？ダメですよ。あーた、さっきの告白聞いてなかったの？あと3校までに教えてあげるけど、こっちのチルタリスは自然回復なんだよね。ほぼ無傷なので取っておくことにしました。悪いけど抜けさせてもらいます。ブースター、やっと出番だよ。はい、拍手。おやおや？またしても、さっきの毒毒も交代読みでしたか。嫌だなぁ、毒毒玉なら最初から持ってますよ。初登場だけど新しくなったこの子を見てやってくださいよ。行かせてもらいます、ニトロチャージ。あーん、最後まで見ていってよ。ライボルトでもいいや。ほら見て、時代はニトロですよ、ニトロ。限りある時間の中でこそ輝く。力はあるんだ。燃え尽きるまで走ればいいさ。どうだこの火力。根性根性、ど根性。スカーフ持っててももう追いつけないよね。風が止む前にもう一回ニトロっときます。ウソッキーが控えているならさっき出てきたはずだしね。どんどん加速するぞ。ブースターには、耐久型も多く、持ち物もバレなかったので、先手が取れました。ライボルトに何もさせずに突破です。やったねブースター、君の進む道は、これしかないわー。ささ、三立て動画ができるよ。おっと、雨も押す、威嚇持ちですか。それでも走ることはやめない。から元気で突っ込みます。止まることは許されないのです。そうかー、助けがあったのかー。そういえば、止まれの標識に見えないことを、も、いや見えないわ。あれ？全然食らわない。蝶の舞前提のようですね。相手が誰であろうと攻撃が下がっていようと。これがブースターの最後の一撃。渾身の、から元気ー。ておい、外すんかい。どうやら光の粉を持ってるみたいです。最後はなんか締まりがないですが。ブースターよく頑張った。また修行してこい。アタッカーがいなくなって芽吹き鹿は相性が悪い。麻痺狙いで採用した竜の息吹か、あの身代わりを破壊できるか、不安になるチルタリス、特攻の不利なのは言うまでもない。どうやら壊すくらいなんとかなりそうです。ブースターみたいなことになるので保険をかけときます。滅びの歌。またもや身代わり、雨も押す降臨が怖かったのですが、助かりました。氷技だけはまさに鬼門。あとは身代わりを破壊して追い風すれば、芽吹き鹿が終わらせてくれます。はぁーん。がむしゃらー。そんなことできるの。いつぞやのマンムーみたいじゃないか。歌っといてよかった。でなきゃ突破なんて無理。とりあえず本体を直接殴れないといけないから第一関門は突破。もう身代わりはしないと思うんだけど、時間稼ぎはこっちがしたいからね。羽休めよりはなぁ。ぬおっほーい。耐えるとは思ってなかった。追い風選んでるなんて前半の勢いはどこに行ってんだ私。チルタリスごめん。あと1ターンじゃ1匹しか倒せない。見せ場取っちゃったよ。ん？降参が選ばれて戦いが終わりました。
あとは骨までしゃぶられるだけなので、納得ですね。対戦ありがとうございました。しかしこの締まりのなさ、ブースターは、私に似たのでしょうか？だとしたら、やばくね？辰年だから、ポケモンセンターで、色違いのドラゴンポケモンが、もらえるんだって。チルタリスが黄色だったら、もっと鏡持ちに、説得力があったのになぁ。でも追い風覚えるために、わざわざ前作で育成したんですよね。色違い粘るなんて、とても無理でした。次の試合の準備が整いました。対戦相手は元ヒロさんです。どんなパーティーか、ポケモンをチェック。ドサイドン、ドンカラス、アズマオウ、クリムガン、プテラ、サメハダー。飛行タイプと水タイプが2匹ずついるので、あのお頭付きの特性は飛来神でしょう。紅白パーティーを考えた時に、アズマオウも候補に上がっていたんです。でも前に動画に出て活躍してくれたし、今回のパーティーとは、コンセプトが全く違うので、外したんですよね。次回お祝い事があったら使ってあげます。正月。対戦と関係ないことでしたね。選出に戻ります。うちのパーティーの電気技は芽吹鹿の電磁波だけで、なかなかに読まれにくいと思うので、安心して連れて行こうと思います。飛行タイプはどちらか出てくるでしょうが、ソルロックはそれ以外のポケモンとはまともに渡り合えないので、お休みしてもらいます。シザリガーを連れて行くことで、火力を充実させましょう。そして先発には、少なくとも11交換を狙えそうなザングースを、物理技で押し切るしかない、激しい展開が予想されます。それでは対戦よろしくお願いします。このザングース、出す気持ちですが、技構成は初手から最大火力を出せないスロースターターなんです。プテラは非常に厄介。ここで倒せないともうチャンスがなさそうなので、インファイトで突っ込みます。ひゃあ、逃げちゃうんだ。いざ尋常に勝負だろう。待てよー。このタイミングでクリムガン、鼻からザングースにぶつけるつもりで選出されていたようですね。タスキが読まれている。おとなしく引いて芽吹鹿で、嫌がらせします。ほーら、サメ肌だ。おっとさらにゴツゴツ。ガードが硬くて近寄りがたいな。麻痺してもらってそれからどうするか考えよう。見た目とは裏腹ないやらし作戦。うわぁ。めちゃ睨んでくるし、先に麻痺くらっちゃいました。そうつんけんしなさんな。ほっほほほ、こっちも素直に攻撃なんかしてないよ。いやあん。一回休み？一回で勘弁してくれよ。芽吹鹿も麻痺巻きが得意なんです。仲良くしびれようね。ふーん。そんなに人見知りしてちゃ友達なんてできないよ。I'll be back。ザングース出た。うん。3体目はバレなかった。自利品だけど勇気を持って打開しないと、道は開けないですね。ザングース捨ての覚悟で懐に飛び込みました。キャン、ガッチガチトゲトゲ。もういやん。お腹が痛い。よっす、チャンス到来。ここは押しの一手でガンガン行きます。さっさと仕留めないと怪我が増えるだけだもんね。あぶぶぶ、あんなにちょっとなの？まだジタバタするような時間じゃなかった。焦っちゃったなぁ。おーい、眠るのかい。麻痺巻き型クリムガンの基本構成なのに、手も足も出ない。情けない。しかし、いくらなんでも素眠りなんて、余裕ぶっこきすぎですよ。初夢は悪夢にしてあげよう。触らなくても自然の力で攻撃できる。起きてからも不意打ちが通らないから先手が取れる芽吹鹿かならやってくれるよ。っておい、まあ私びれちゃうの？君もスロースタートだね。そんなことだから私の余裕がなくなっちゃうんだよ。大自然の厳しさは、主に相手のポケモンに味わってもらおうね。聞いてないよー。ここまで火力が低いなんて聞いてないよ。尻尾を振っているだけの相手に相打ちすら狙えない。ここは不意打ち読み交換。クリムガンの突破には、とにかく、芽吹鹿が頑張ってもらわないと、うちのパーティーを見直してもまともな特殊技を使えるのが、ブースターだけなんですよね。
流星群使いのチルタリスだったらよかったんですが、クリムガンはもっと警戒すべきでした。電磁波してから産んだのみですね。でも初詣まだ行ってないんですよね。だって対戦したの12月の初めなんだもん。むしろ運は使い切っちゃってるかな？追っ払われるだけですんごい消耗してる。心が折れそうだよー。おん、これは巡り合わせか？ハサミギロチンでバッサリあっさり直近してやるぞ。これもダメかー。バンジキュース。グレート、もう一回ヘビにらみ読みで、芽吹き時間に交代です。せめて元気なやつを一体は残しておかないと、勝ち目がないですからね。よし読み通り、もうクリムガンをやっつけられたら、私の勝ちってことでいいよね。一か八か交換読みのウッドホーンでした。が、無駄でした。むしろ回復するより反発ダメージが、大きい、やられちゃうよー。ぬおっほーい。もう剣の舞しかない。ちまちまやってたらまた回復されちゃう。ドーンと言って、バーンじゃないと、とても無理。よっしゃー、来てる、来てるぞー。今のうちにできるだけ削るんだ。どんどこ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 。あー、アルチメイトー、ワンダホー、タツドシバンザイ、いい夢見ろよー。3体目が出てきました。水技読みでシザリガーを降臨させます。特殊型のメザパでもなければ、有効打はないはず。耐久にちょっとだけ振っているけどどうだ？よし、確実な技で落としに来た。まさかとは思いますがサメ肌アマで、サメ肌だったら。うん、触っても良さそうなので、力いっぱい分殴ります。特殊型でしたね。しかしハイドロポンプなら耐える。滝登りのひるみも心配しなくていいし予定通り、すり身にしてかまぼこ工場に送ってやります。一緒に重箱に入りましょ。でもあくまで引き立て役ね。おせちの花形は、エビだからね。だと思った。板一枚分つながってる。まな板ごと切れる包丁が欲しい。サメ肌、タスキを持った箱根の戦士がここにもいました。ミスミスシザリガーは倒させません。まだ作戦はある。芽吹き鹿、悪いが君がチームを支えるんだ。今回のバトルでは下手な選択をしたせいで、散々な目に合わせてしまったけど、次はもっと上手くなってるからね。ありがとう芽吹き鹿。ぐんぐん箱根の坂を下っていくみたいだ。スピードに乗ってきたな。しかしこちらもタスキは繋がった。バレバレでもしょうがない。こんな時のための、フェイントなんだ。素直に受けてくれましたね。ありがとう。おかげでザングースにも見せ場ができました。最後に残った怪物、憧れの130族、プテラにこそ芽吹鹿の電磁波が必要だったのに、もはや傷ついたザングースとシザリガーでは手に負えません。でも降参はできません。ただ自分のポケモンが蹂躙されるのを見つめるしかできないのに、これ以上戦えない。諦めるしかないのに、ツバメ返しは必中技。絶対に一撃で終わるのにどうして。それはこれがバトルビデオだからです。対戦ありがとうございました。お正月紅白パーティーは、チルタリスと、芽吹き鹿が後続のための環境を作り、ハイパワーのザングース、シザリガー、ブースターをサポートする戦略でした。今回のような無駄な行動をしていると、あっという間に潰されてしまいます。もっと勉強しておかないとね。一戦二戦と続けてきましたが、まだ出ていないポケモンがいますね。しかもお正月になくてはならない。ありがたーい縁起物、初日の出。それはただの365分の1じゃないように、ソルロックだってオンリーワンの存在なのです。もちろん戦っていただきましょう。相手はどこだ？対戦相手は、ユミナさんです。パーティーのポケモンを拝見しますよ。ヒヒダルマ、グライオン、サンダース、エルレイド、シャワーズ、カビゴン。来ましたね。皆一気当選の猛者揃い。受け性能の高さではグライオン、シャワーズ、カビゴンがいる。
そこでチルタリスなんとかならないか。サンダース、エルレイド、トリッキーな技構成と、時に強力な攻撃も繰り出してくる。ならば隙を与えず果敢に攻めるザングースの役目ですな。攻撃面で特に注意が必要なヒヒダルマ。命の玉でもスカーフでもこいつを止められなければ、勝利はない。ソルロックでどうにかなるのか？先発はお前に預けるぞ。初日の出、見せてもらおう。それでは対戦よろしくお願いします。できればお会いしたくなかった。それでも対面できたのは幸い。ヒヒダルマにはソルロックのストーンエッジこそがふさわしい。トンボ返りは呼んでいます。でも悲観、本当に呼んでたんだからね。だから耐えるんだ。どっせー、最初にして最大のピンチを耐えたー。ふん、スカーフ持ちだったようですね。さあ、ストーンエッジの餌食を出てきなさい。エルレイドか、どこまで持っていく？セイバー、ナイスガッツ、ナイスガッツ、もういいぞ、やられる前に逃げよう。エルレイドの技を大体半減できるチルタリス。ここからこちらのペースに飲み込んでいきたいところ。リーフブレードとは珍しい、ピントレンズの急所狙いかな。ストーンエッジが来たらやられちゃうかも。ヒヒダルマが出てくる前に追い風いっとく？あの体力ならとどめも刺したい。そうだ、やっちまえ。全然無理だわ。鬼火があるんだね。ハズレです。サポートタイプのエルレイドかな？道連れは警戒しないと。追い風に切り替えてっと。なんか仕事したなぁ。鬼火、残念な命中率。うちのソルロックは広角レンズを持っているんですよ。だからさっきもストーンエッジを当てたでしょ。どうしても鬼火当てたかったのね。なんの、自然回復、ほっといてとどめを刺しますよ。何？ここで交換ですか？何やらピンポイント対策のエルレイドだったみたいです。残り一体はカビゴンを選出していましたか。麻痺してもあんまり旨味がないな。なんだろこのダメージ、今ちゃんと攻撃したよね？このペースじゃ来年までかかりそうなので、3ターンで蹴りをつけます。おとなしく友倒れになってくれるかな？はっはぁ、ダーダコネタってダーメ、積んだところで虚しいよ。どうせすぐ退散するんだから。やっぱ、滅びの歌がチルタリス最強の攻撃だわ。もともと攻撃系の種族値は低いし、頑張ったところで、3ターンよりかかりますから、未来を見据えて追い風しいとこっと、そして相手の交換のタイミングで、ザングースがもう、速攻で2匹倒して、追い風がなくなったらタスキからの反撃でぶっちぎる。これ、いいんじゃない？あんじゃー。うっそ、これはどうして？チルタリス、お疲れ。ザングース行くよ。あったまってる？インファイト、これで十分でしょ。交代か。カビゴンはほぼ無傷で逃がし防御は落ちる。一年の計は元旦にあり、なんてすぐに計画狂っちゃいましたよ、もう。まずエルレイドを倒したけど、ただ残り2匹はまだまだ元気。スパートが早すぎたね。ザングースで、両方相手できるかな？先にヒヒダルマか、こっちは陽気最速プラス追い風。1ターン目のようには行くもんですか。インファイトでどんどん攻めます。大津、以外に残った、もしかして色違いだから性格とか、一致してないのかな？フレアドライブで応戦してきた。力と力のぶつかり合いです。どんなに火力が高くても、安心のたすきはいいな。そしてついに火力は頂点に達する。じじじじじたばじたばじたばた。まったくの無駄急所である、ザングース容赦なし。最後は正月太りのくっちゃねさんに、引導を渡します。もちろんぶっ放していきます。じじじじじたばじたばじーいーたばったばったばった。なひー、なんたるしぶとさ。
かもお盆のみだと？カウンターってまあこれまた、1しか、残ってないっつーの、ザングースナイスファイト。そして日はまた昇る、太陽ネタだけがソルロックの、存在意義じゃない。鬼火を使うのはさっきカウンターを見たからです。しかし眠るが使える可能性は？安全策が裏目に出ることもある。今回は杞憂でしたが。カビゴンが燃え尽きるまでもうちょっと時間がある。人思いに貫いてやろう、って思ってんだけど育児なしだねー。この後に及んでリフレクターを選択。次は次こそはせっかくの教え技、四面の頭突きを使うから、対戦ありがとうございました。またやってしまった。勝利の最も美味しい瞬間を逃してしまう。お年玉をくれずに親戚のおじさんが帰ってしまうくらいの残念感。勝ちは勝ちさ。くよくよしなさんな。今年もこんな勝ったり負けたりを、私のポケモンたちと積み重ねていきます。不定期投稿ゆっくりバトルビデオ2012に、ご期待ください。ここまでのご視聴ありがとうございました。それでは対戦よろしくお願いします。いけ、プテラ、挨拶代わりだ、お前の本気を見せてやれ。安定の、読み方わからん。そう、それ、ヒデリキューコンは予想通り、他の天候変化に比べてあまり見かけませんが、キューコンイコールハレパは常識ですね。特性の表示から先手が取れることもわかります。いきなり有利なら、どんどん行こう。こだわってるけど岩技を半減できるポケモンがいないから安心です。晴れ、後、岩なだれあっさり球根が落ちました。あれ？先手取ったはずなのにダメージ受けてる。そういえばなんかさっきミシミシ言ってたな。闇ラミですか？帰ります。ヨノワール、夢特性の解禁で、一気に物流系のスターダムにのし上がった闇ラミと、新旧いやらしい対決を繰り広げてもらいましょう。鬼火なんて真正面から受け止めてやる。まずはその笑えないいたずら特性をいただいちゃいますよ。ヨノワールの前では何つとも、自分であり続けることはできないのです。いやらしいなぁ。いいなぁ。今時の闇ラミだねぇ。ふっふ、笑えない。わけがわからなくても、自分は殴らないと思うよ。多分。ナイトヘッドなんて危ないおもちゃを持ってるな。いけない子だ。不用意な攻撃はさらなる地獄につながりますよ。よう、いただいちゃいなよヨノワール。なんでも欲しがっちゃいなよ。はい、一つもらいました。プレッシャーかけてくるねー。いいよ新人はそれぐらい元気がなくっちゃ。わっはっは、ヨノワール。次は持ち物もらっちゃいなよ。さっきお盆のみも食べちゃったからね。おっぷ、ピンチじゃね？なんでも欲しがっちゃうよーん。お盆のみとか持ってないかな？食べ残しー。微妙ー。これ残るのかこれ。残ったらあれもらっちゃおうよ。あれ、もらえるだけもらっちゃおうよ。結構いい体力してるじゃねーか。しかしこっちの残り体力も、数字で分かっちゃうのはいただけないな。あの闇ラミがナイトヘッドを使うのも、相性が悪い。こうして物流系らしい闇ラミを、丸裸にしたわけなんですが、引っ込まれると、あの自己再生が止められないんです。痛み分けを先生でこちらが打っている以上、相手も、3体目が出しづらい、面倒な膠着状態のようですが。むしろこちらはサンドバッグ状態です。混乱させてくるし、確実に、削ってくるし、回復するし、プレッシャー上げちゃったし、ぐんぬおおお、はじめに食らった鬼火が痛すぎる。奇跡持ちがなんだ、夢特性がなんだ、うおおおおん、こちとら霊界の布なんて、アイテム持ちで通信進化しなきゃならないんだ、手間暇かかってんだぞおお。もともと相手のポケモンを、やっつけるような育成ではないので仕方がないんです。だからいいタイミングで休んでくれればいいんです。
地ならしだって決めたし、あのやミラミが逃げないこと、そうすればあなたの仕事は終わりなのです。いい働きでした。きっともう大丈夫。ありがとう、ヨノワール。素早さを下げたヤミラミならこの演武王でも抜けるはず、ウルガモスでも出てこいと言わなだれだったのですが、まさか耐えるとは、相手も適当に鬼火を選んじゃったみたいです。タイプ1晴れ火炎放射じゃーい。ああ、虚しい。最後のポケモン、カマーン、安定の、読み方わからん。あ、ダーテングでしたか。お、ここで剣の前？私には、東の向こうに、気合のタスキが見えます。タイプ1晴れ火炎放射ーい。虚しい。これが切り札ですね。不意打ち読みで交換します。妖力ソダーテングはプテラより早いのかな？きたきた、結果オーライ。不意打ち読み、交換読み、自然の力読み、ツバメ返し、は、全く読めてませんでした。プテラ、岩雪崩は外すなよ。ダーテングって大爆発しかできないでしょ？って甘く見てました。数ターンで終わらないヒデリが、新たな活躍の場を与えたんですね。自然の力を覚えるとは知りませんでした。演武王が自信に耐えるのでは、なーんて淡い期待でしたよ。演武王お疲れさん。勉強になりました。対戦ありがとうございました。ダーテング、うちのプテラより全然早い。後で知りました。ヤミラミとヨノワールの争いが、間に入っていたものの、2番手が、ダーテングだったら試合になったのかどうか。対策を、していないとあっさり負けちゃうのが天候パの恐ろしいところですね。プテラとデンチュラの高速アタッカーコンビと、平均以上の耐久は期待できる4匹が、血湧き肉踊るバトルを求めて、Wi-Fi に潜みます。対戦相手はピカチュウさんです。ピカピカ、ピッピカ、ピカピーカ、ピカピ、ピッカチュウ。ピーピカチュウ、ピカピ、ピカピカ、ピーカチュウ、ピッピカチュウ、ピカピーカ。ピーカピー、ピッカ、ピカチュウ、ピッカピッカ。鬱陶しいわい、サトシの愛情。ボーマンだここにもいました。だって、人気だもん。ロトムも常連さんですね。私から一言言わせてもらえれば、パーティーバランスに困ったら、とりあえずロトム入れとけ。というわけで先発で来る可能性は十分にあると考え、デンチュラで、様子を伺います。先生は座持ちの2匹に対しては、Gランスの硬さでいけると思いますが、念のために受け要員として、ヨノワールに頑張ってもらうことにします。ミラーコートと先生技を持つグレイシアでもよかったかもしれません。まあ結果論結果論。それでは対戦よろしくお願いします。ピーピッカ、ピカチュ、ピッカイ、サトシの忍耐。エテボースから入ってくるとは、テクニシャーン。猫騙し警戒で早速、ヨノワールを出していきます。デンチュラにスカーフすり替えはしてこないでしょうし、一度行動させれば持ち物も大体予想できます。堅実にトンボ返りを選んでますね。両者慎重な立ち上がりといったところでしょうか。命の玉を見切った分あのエテボースの方は割れました。見逃しませんよ。交代からのボーマンだ。攻めてきますねー。火力で押し切られるとまずいですが相当この子は硬いはず。そして流星群、これはこだわりスカーフで間違いないでしょう。しかし耐える。高火力の技を受けてもなお倒れない。お盆の実を食べて、悪いことリミッター解除、からの痛いじゃないか、やられた方の気持ちになって考えろ攻撃、もうボーマンダは交代するよね。ビクビクしながら地ならしを打ちます。よし、うまく消耗させたぞ。ホイホイブルンゲル来ました。泥沼の予感ですね。素早さも奪えて幸先がいい。
ではやっときましょ、あれを。ヨノワール、持ち物もらっちゃいなよ。ほーら、ぴょんぴょん飛んでごらん。お盆の実は通行料としてもらっておくよ。おっと、やけどももらっちゃいました。こいつ、噂の両受けなのか？耐久に自信があろうとも、デンチュラにはスピードと火力がある。交代してヨノワールへの被害を最小限に抑えます。耐久無振りだけど結構耐えるんですよね。アタッカーでない攻撃なんてこの通り。さあ、命のこもった雷で倒れろ。つかあ、普段の外しっぷりからは想像できない複眼の命中率補正。みんなには内緒にしてあげるよ。頑張りすぎたら呪われちゃった。でも当てなかったら私に恨まれるけどね。えへへ。以外にも先に傲慢だが来ました。猫騙しがないエテボースなんているのかな？実はスカーフじゃないとか、こだわりメガネなんてわけないですよね。わあ、星が綺麗だ。しかしこれでまたヨノワールが、仕事できます。お疲れ様、デンチュラ。ヨノワールさんお願いします。はーい、税金徴収のお時間ですよ。やや、交代するの？特攻2段階ダウンじゃ当たり前か。まあ、こっちは出すもん出してくれれば誰でもいいけどね。はいはい、ジャンプ、ジャンプ。って、ノーン、さっきのお盆の実がまだポッケに入ったままでした。ギョヒー、動揺して2発目も外しちゃった。とにかくテクニシャンをもらおうなんて浅はかでした。今頃ポッケを軽くしても遅いんです。エテボースがトンボ帰りでどっか行っちゃうよー。スカーフ傲慢だがやる気満々でまた戻ってくるよ。直撃食らったら、この体力で受けきれないよ。ちょっとよそ様のものがよく見えるんです。欲しくなっちゃうんです。そういうことってありません。あーん、威嚇なんてもらったって、相手流星群じゃん。意味ないじゃん。だから欲しくないって言ってるのに。威圧感が半端ねえ。まずいよこれ、相手のループにはまっちゃってます。ここまでいい感じで積み上げてきたのに。ぬおっほーい、こらえた、マジびっくり、かけ違えたボタンをかけ直すチャンスがもらえました。相手がヒット&アウェイで、華麗に戦うなら、こっちは眼鏡そのもの、撃たれても撃たれても、相手より先に膝をつくもんか。今こそ G ランス、もうお前しかいない、いちいちトレーナーのところに帰らないと戦えない甘えんぼさん、威力がガタ落ちですよ。この攻撃で落ちなければ傲慢だはもう交代するしかないはず。交代に合わせてアクアテイルをエテボースにぶち込みたいところですけど、大事に行こう、眠っておきます。この、傲慢だの影にこそこそ隠れやがって、今に見ていろ。ギッタンギッタンにしてやる。頑丈再発動でこっからは、Gランスの気分次第です。おっと、ローキックで抜群取れるのか。なるほどゴーストタイプに通る技がトンボ返りだけなんですね。今頃理解しました。今度はこっちの番です。さーて、どんな夢見てるのかなぁ。二分の一のお願い。よっしゃー大当たりー。母さん今夜は焼肉だー。信じてました。隣近所におたけびが聞こえたのか、恥ずかしくなるくらい心臓がバクバクしました。あと、残ったのは傲慢だ。威嚇のリセットと特攻下げを狙って、ヨノワールが最後の戦場へと向かいます。いつもよりちょっぴり頼もしい背中、でも女子なんだから嬉しくないよね。PP 切れを嫌いましたかね？大文字、確かに効果力技でなければ、突破は難しかったでしょう。ヨノワール上出来です。ありがとう。いよいよ死流を決するとき、しかしこだわりスカーフにより技が変更できないリスクと、どの技が出るかわからないリスク、犠牲を払いながらもようやくたどり着いたこの場面。さあ、我々のターンです。
プテラ、エイブオー、グレイシアに守っておくれ。センチュラ、ヨノワール力を貸して。みんなの思い、ジーラーさんに届け。対戦ありがとうございました。頑丈を使って、1.5 匹分の活躍をさせようとしたのがこのGランスです。眠ってからが本番なんですが、何分相手が見えてないので、あさっての方向に攻撃しちゃうのが困りもの。まあこんなお茶目な方を使っているんだからよしとしますか。テレビのポケモンに登場するからって、ボルトロス、トルネロスの配信がありました。そんなことよりバークアウトの技マシンは、どうなってるのよゲイフリさん記念ということで、今回は配布されたトルネロスを、使ってバトルします。パーティーメンバーは、プレシャスゴルーグ、プレシャストルネロス、オビエンブオー、マイマイドレディア、ネムネゴジーランス、ジュエリストグレイシア、の、6匹でレッツラゴーイングワイファイ。お相手してくださるのはテディさんです。どんなパーティーか見せてもらいますよ。ライチュウ、ルカリオ、エイフィ、ギャラドス、クロバット、カビゴン。ほほう、ライチュウがいますね。ライララしつこいぞ、サトシの。関係ねえや。こちらはトルネロス先発です。要注意なのはライチュウと、特殊型ギャラドスの持つ電気技の存在です。控えにゴルーグとジーランスを入れることで、それぞれに対処していきましょう。ちなみにゴルーグは色違いのワンパクさんで、ジーランスはさっき出てきた下方は寝て負け型です。それでは対戦よろしくお願いします。種族地も特性も技も、優秀なトルネロス、ボルトロスの方が使いやすいなんて言っちゃ嫌ですよ。初手はルカリを選んできました。出す気持ちを考慮してアームハンマーでまずは一撃と思いましたが、カビゴンに交代されました。特殊受けに出てきたのでしょうが、残念。物理型なんだねこれが。さて、ダメージはどれくらいか？おお、いきますねえ。って急所でした。さすがです。のっけから見せてくれます。3体目は見せずルカリオが、戻ってきました。雷中はいないようですね。今度は筋トレしてルカリオの攻撃に備えます。うん、相手を見てから先手で積み技を使えるのは美味しいです。剣の舞はないのかな？積み合いだと速度で負けますが、これならもう一回筋トレできます。マッスルマッスル、汗かいていこう。付き合ってられないとルカリオは交代しましたね。残してあったポケモンはエイフィーでした。何をしてくるかな？メザ氷はないように思いますが、今は眠って一旦回復します。タイプ1技はサイコショックにしているエイフィーも、多いと聞きます。ほぼ全部物理耐久に、努力値を振っているので、ぶつかり稽古できてほしいんですよね。カゴの実を消費して、やっと、アクロバットが使えます。壁張りサポートのエイフィーでした。初手から出てこられてたら、物理型ばかり選出したこちらはかなり不利になっていたと思います。あ、疲れてなんだか眠くなってきた。ちょっと顔洗ってきます。ゴルーグを、タイルカリオに取っておくので、Gランスにお願いします。交換読みであくびでも打ってきてくれないかな。そんなことはないですね。半分近く持っていかれました。アクアテイルでリフレクターを突き破れるでしょうか？おいー、勝手に寝るなぁ。年取るとすぐ寝ちゃうんだから。シャドーボールを持ってる可能性が捨てきれないので、アクロバットで押していきます。エイフィー温存ですか？ルカリオ自体もそんなに硬いポケモンではないですが、さすがに準備運動してないと壁が厚いですね。では、ラジオ体操第1、はじめー。ふん、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 さあ来いやー。ストーンエッジ、当ててきますね。急所が怖い。今度はこっちから行きますよ。ふんがー。
素早さには元から振ってないので、落ちても構いません。よし、ルカリを突破。いくらリフレクターがあっても元々物理技には強くないエーフィーです。アクロバティックに、スタイリッシュに、エネルギッシュに決めていきましょう。トルネロス強いです。対戦ありがとうございました。今回は筋トレするおっさんを使ってみました。純伝説をパーティーに入れて、ランダムに潜ったのが初めてだったのですが、確かに強いですね。あとはバークアウトの技マシンを、わかってますよね、ゲイフリさん。ご視聴ありがとうございました。